二瀬ダムは埼玉県秩父市一級河川荒川の本流最上流部に建設されたダムである。国土交通省関東地方整備局が管理する国土交通省直轄ダムで荒川水系では初となる多目的ダムである。高さ95.0メートルの重力式アーチダム。荒川の地水と埼玉県北西部の既得農地に対する 農業用水補給及び県営の水力発電が目的である。浦山ダムや滝沢ダムとともに荒川上流ダム群を形成している。ダムによって形成された人造湖は秩父の宮比によって秩父湖と命名された。秩父玉貝国立公園に指定されている。荒川は名前が示す通り古くから氾濫を繰り返す河川であった。 このため荒川放水路対策をはじめ様々な治水対策が行われてきたが、1947年のカスリーン台風によって流域はさらなる被害を受けた。建設省は荒川の治水を図るべく荒川総合開発事業に着手。この中でダムによる洪水調節を目論んだ。こうして計画されたのが、 二世ダムであり、1952年より建設が開始され1961年に完成した。ダムの形式は、重力式、コンクリートダムとアーチ式、コンクリートダムの利点を兼ね備えた重力式、アーチダムであり、ダムの高さは95メートルである。荒川沿岸の洪水調節、荒川沿岸の帰徳のうに対する、環境水利県分の農業用水補給を図る、 不特定自水及び埼玉県企業局による水力発電が目的の多目的ダム、滝沢ダムが完成し、この3ダムは近い位置にあり、荒川上流ダム群と総称される。ダムによってできた人造湖は秩父湖と呼ばれ、秩父玉街国立公園に指定されている観光地であり、秩父市に位置している。ダムの天馬には埼玉県道278号が通っており、 国道140号と多くの観光客で賑わう、三部山、三方神社を結ぶルートとして利用されている。秩父こ沿いの国道140号は、秩父王冠とも呼ばれ、かつては、海と秩父を結ぶ、主要街道であったが、仮坂峠という難所があり、長い間、点線国道となっていた。滝沢ダム建設に伴い中津川沿いに変更となり、さらに1998年には、 仮坂トンネルが開通。これに伴い、秩父市から甲府市間の所要時間を大幅に短縮させることができた。また、秩父湖からは和名草山への登山道が伸びているが、笹やぶに覆われた難コースであるため、初心者の入山は避けるべきである。荒川の治水、離水は、荒川総合開発事業及び1974年の 水資源開発促進法に基づく荒川水系の利根川水系水資源開発基本計画への編入。利根川、荒川水資源開発基本計画によって、水資源開発は、独立行政法人水資源機構が主体となって、水資源整備を行っている。一方、治水を担当する国土交通省は、荒川の治水計画改定において、2004年より、 荒川上流ダム群の治水容量を再検討する荒川上流ダム群再開発事業に着手、現在実施計画調査に入っている。以下に挙げる3つある内容を比較検討し、最終的な再開発事業に着手しようとしている。従来の3ダムの有効貯水容量の再検討二瀬ダム再開発計画大道ダム、再開発計画大道ダム再開発計画については、 秩父湖に注ぐ大道化は2960年、埼玉県企業局により完成した発電専用ダム、大洞ダムの直下流に国土交通省によって新しいダムを建設するというものである。このダムは、新大道ダムと暫定的に呼ばれているが、包み高155メートルの巨大な重力式、コンクリートダムを建設し、 総貯水容量3300万立方メートルのほぼすべてを洪水調節容量に充てるという地水ダムを建設する計画するものである。最終的にどの案になるのかは現在検討中である。ため、新大道ダムの具体的な内容については骨格が固まっていない。ありがとうございます。